こんにちは一ノ瀬です 今日は楽天さんからこのような、ねえー、郵便物をいただきましたので、えー、これをちょっとね実はねこの郵便物につきましてちょっと前にね楽天さんから、えー、こういうのね送りますよっていうメールを頂い,いておりまして私はちょっとねあのこれの中身はね実は分かってるんですけれども、えー、こういうのをね楽天さんからいただくというのが私どもね出店してからも初めてのことなんですね。 皆さんにお届けしたいと思います。<laughs> ということで開けていきます。えー、っと。 えー、このようなですねあの私どものショップ名が楽天市場の方で、えー、とペット用品と輸入食品のいいこれということであの今ね出店させてもらってるんですけれども、えー、実は出店15周年ということで楽天さんからですねあのおめでとうございますということであのお祝いのなんかね盾をねいただいたんですよねそれをちょっとねご紹介します。こんなな感じのパッケージになってておりまして よいしょ、うんえー。こういうですねあの十五年ということでこの楽天パンダさんがですねあの、えー、喜んでくれているというねこういうてでございます。ということでなんかねまあこんな感じのねデザインなんですけれども。 思い返してみるともうね、15年経ったんだなということで、今日はちょっと、えー、出展15周年ということでね、15年前ぐらいの、えー、ちょっと振り返ってね、少しね、 えー、15年前ぐらいはこんな感じでししたたよとといいいいう、ねえー、お話をしていきたいと思います、えー、そしてねちょっとあのこれ補足の説明なんですけれども、えー、なぜねこの出展15年目の時だけこの盾が送られてきたかっていうとあの例えばね15年とかじゃなくて、えー、どっちかというとあの10周年あたりの方がなんかこうよりこうアニバーサリー感が、ね、あるんじゃないかと思うんですけれどもなぜに15周年っていうところなんですけどこのねちょっとお便りにね 楽天さんからのお便りに書いてあるんですけれどもなんか今年からですね2021年からこのこう何周年記念っていうのをまあ 始めましたよとということなんですよねなので、えー、私どもは、えー、15周年目で、まあ、今年からねこの,この企画が始まりましたので、えー、ちょうどたまたま15周年に引っかかるので、えー、よかったですねっていうことで頂戴したんですけれども多分ねちょっと分かんないんですけど5年10年5年刻みぐらいでね、えー、いただけるものなのかなというふうに思っております。 まあ,あの何もないよりはねやっぱりあの5年とか10年とか15年あたりのこう節目の時にねこうやってあのなんかいただけるとですねああそうかってねちょっとあの思い出に浸ったりできるのでちょっとすごくねあの企画としてはなんか嬉しい企画なのかなというふうに思います。まあ、せっっかかくねねここうやってあのいたただきましたので、えー、どこかに、ね 飾らせていただこうと思っております。あの、楽天さんありがとうございました。えー、まあ、私どもね。あの出展して15年って言いますけれども、あのあんまりですね。こう。 えー、お祝いごとには縁がなくて、まあ、例えばね楽天市場の,あの毎年ねこう売り上げの高いショップさんがこうお祝いしてもらえるあのショップ・オブ・ザ・イヤーとかね、えー、そういったイベントあるんですけれどもそういったイベントとは到底なかなか縁遠,遠くてもうただただですね、あのー、退店しなかったというだけでございますので、まあ、日々ね粛々と、えー、特にね大きく跳ねることもなく かといって撃沈することもなく何、まあ、となくねやらせていただいたというような形でございまして、まあね、この,あの15周年のこういう盾というのも本当にねもうあくまでも3か所でしかないということなんですが、まあ、なんとかね15年続けてこられたのはやっぱりねあの商品をね買ってくださったお客様であるとか、まあ、いろいろね、えー、当店のねお店のことについてご指導をいただけまして、まあ、楽天さんの おおかげかげなというふうふに思っております、えー、ぜひねあの今後とも、えーえー、見捨てることなきを <laughs> よろしくお願いいたします。えー、ということでちょっとねあの15年前ぐらいに、えー、記憶をね戻して少しねお話をしていきたいと思います。えー、まず15年前というとね西暦でいうと2006年なんですよね。 私どもあのこのね最初のご紹介の時の字幕でご案内してるんですけど会社としてはあの16年経過してましてで今現在はねあの17年目に突入しているところでして会社自体は2005年の設立なんですよねで楽天さんに出店したのは2006年ということで、えー、会社をね設立してから楽天さんに出店するまでに1年ぐらいのねちょっとタイムラグがあるんですけれどもそれはね何かというともともと 当社はね本当にねあの16年前の話になるんで、えー、結構ねあの古い話になってしまうんですけどもともとはねあのヤフオクでね、えー、物を売るっていうところから始めたので。 で、そこそこのね、規模になってきたので、まあ、会社、えー、会社形式にしたっていうかね、会社組織にしたというところでして、で、えー、っと、そのヤフオクのね、まあ、ヤフーつながりということで、えー、ヤフーショッピングにね、最初にね、出店したんですよね。それはあの、会社を設立して割とすぐの段階で、えー、もともとちょっとあの、個人レベルでヤフオクで販売していたので、えー、それをね、会社組織に変えて、 えー、継続しつつですね、えー、ヤフーショッピングに出店したというのが、えー、そもそものね始まりのところでございましてで楽天さんについてはもちろんねあの2006年2005年2006年の段階から結構ねやっぱりあの有名でしてただなんかちょっとやっぱりねいろいろお金がかかりそうだということで、えー、とりあえずね、まあ、ヤフーショッピングでやってみようみたいな。 形ででで始めたんですけどヤフーショッピングでねいろいろあの商品を販売してしばらく経つとなんか結構ねあの楽天さんから今度なんかこう出店しませんか的なね営業の電話がねあのしょっちゅうかかってくるようになりましてそれであのーまあ、結構ね楽天さんにも興味がないわけではなかった んですがやっぱりねあの出店費用ですとか、まあ、その他の、ね、費用がヤフルさんに比べると結構かかっちゃうんじゃないかなっていうことを懸念しておりましてそれであの楽天さんの場合はあのその出店料というのはね毎月あのいくらいくらってかかってくるんですけどそれがなんかあの半年契約とかだったりするので半年分ちょっとねいっぺんに思います。 バンと払わないといいとけななのでなんでこう出店したはいいけど売れなかったら図書かなみたいなねその出店料の分の元も取れなかったら赤字でそのまま撤退ってことになるよねと思って結構ねあの躊躇してたんですけどそれがやっぱりね半年ぐらいねこう,うだ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 しておりましてそれでまあ、やっぱりねもうダメ元でやってみようと思って。 で出展したのが年とということなんですねそれで会社を設立してから楽天さんに出店するまでだいたい1年ぐらいの、えー、タイムラグがあるということなんですね。でも結果ですねあの楽天さんに出店して割ともうすぐの段階であの売上がね立つようになりましてでしかもその売上というのもあのヤフーさんでね、えー、の売上よりも,もうすぐねあのヤフーの売上を超えるぐらいの売上が でできてきてたので結果的にはねあの楽天さんに出店してよかったなという感じで、まあ、始まったんですねそこからまあ15年ということなんですけれども <laughs> まあなんとなくですねではあるんですけど、まあ、改めてね振り返ってみると、まあ、当時ね、まあ、30代半ばぐらいでございましたので、まあ、私もね、まあ、若かったなってね その時は若かったんですよっていうことなんですけどあだいぶねやっぱりね15年ってかなりのね時間が、えー、経ちますねっていうことですね。結構長い時間でしたねでこの15年で何がね一番変わったかと思うとやっぱりあのマーケティングの手法がねもう全然変わったんじゃないかなと私個人的には思ってるんですけれども、えー、15年前がね、まあ、どのようなね 状況だったかとというと、えー、まずです、ね、あの,その15年前じゃなくてもっと前になるんですけど、えー、2000年の11月にどうもね、あのアマゾンジャパンっていうのが設立されましてなんでそれ以前はアマゾンっていうものが日本になかったということなんですよね。 今はねちょっとアマゾンなしの生活っても考えられない方がね結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけどでもね、まあ、たった20年ぐらいのね話っていうことになるんですよね。で、えー、アマゾンがまあ2000年の11月に設立したんですけど2006年の当時はアマゾンはそこまでやっぱりあの勢いはなくてやっぱりあの楽天市場かヤフーショッピングかっていうようなね 感じでヤフオクもまあまあね、えー、それなりにねあの売り上げが作れるような、えー、サイトだったんじゃないかなと思うんですけどで、えー、ちょっと時系列で言うとね2004年の2月にあのミクシーがね始まってるんですよ。ミクシーはねちょっと今現在若干凋落気味ではあるかと思うんですけど一時期ね結構あのミクシーねみんなやってたんじゃないかなと思うんですけど。 えー、2005年の2月に、えー、と本国の方の方が始まったんですね日本で盛り上がったのはやっぱり2010年ぐらいからじゃないかなと思うんですけど YouTube はね本当にこの10年ぐらいですごい爆発的にね広まったんじゃないかと思いますがなのでその2006年の段階では。 YouTube もねもう本当に、えー、知る人ぞ知るみたいなねまだこう生まれてほやほやの赤ちゃんみたいな、ね、感じ、えー、だったんじゃないかと思います。えー、それから、えー、2008年の5月に Facebook、ね、日本版というのが、えー、ラウンチというかね、えー、始まりましてで、えー、2007年ねここがね結構な転換期だと思うんですけどアップルの,の iPhone がね 発売されまして、そっからですね、ぐわーってこうスマホ世界にね、えー、なっていったということでございますので、えっ、ー、と、2006年からそうですね、2010年ぐらいまでの間は、あくまでもね、やっぱりパソコンからの売り上げが メインとということでして今はねあのほとんどねうちのショップでも8割方はスマホからのご注文なんですけど2006年の当時は、えー、パソコンが、まあ、メインでしてあとなんか一部ねこう今で言う、まあ、柄系なんですけどモバイルからの売り上げっていうのがありましてねでえー、っとなので、えー、パソコンで見やすいようなページを、まあ、作るわけなんですけど で途中で,です、ねえー、2010年前後だったと思うんですが一時期ねこうみんなあのモバイルで売ろうみたいな、ね、動きになってきてましてまだねこうスマホがここまでの流星を極める前の段階でなんかあのモバイル用のなんか商品ページを、ね、普通のこうパソコン用の商品ページとは別にモバイル用の商品ページを作っって。 たりだとかあのなんか商品説明もねガラケーなんで文字制限が結構かかっちゃったりとかしてで、えー、メルマガとかもそうなんですよメルマガとかもパソコン用のメルマガと別にモバイル用のねちょっとあの文章を短くしたバージョンとかを作ってましてそういうのもね一時期なんかこうモールさんからもそういうの推奨されてモバイルで売っていきましょう的なね、えー ことをどんどんん推奨されてこれからはあのモバイルだみたいな感じの時期がありまして結構ねそれも力入れてた時期があるんですけど今思うとねそのモバイルにかけたね時間はかなりのね無駄だったなと思いますねここまでスマホが来るともうあのモバイルにねかけたあの私の努力は一体何だったんだっていうね。 ことでなんか結構ねこう制作スタッフさん一人ねもう丸々そのモバイルに貼り付けてモバイルのページを作ったりとかモバイル用のなんかあの反則を打ってくれとかねやってたんですけどその辺ちょっとね今思ったらとても無駄でしたねっていうことになります。でえー、っとなので、ね、その年当初は 今のように、ね、こうスマホとか、まあ、スマホにあの絡んだ、ね、SNS とかが、えーまあ、今みたいな、ね、状態になる前の段階なのでやっぱり,こう売,りや売り方っていうかね、えー、反則のやり方っていうのもこうメルマガだったりとかねメルマガね今もあの売ってるんですけれども、えー、結構メルマガとあとなんかそのモールさんにね、えー、広告を出向してそしてあの アクセスをね集めるみたいなやり方でしてで今みたいにねこうインスタを活用しましょうとかなんかね YouTube を絡めてとかねあの動画をこう作ってとかそういうことがまあできなかったのでそれを考えると今例えばね私どもも本当にあの下手くそな動画なんですけれども YouTube でねいろいろこう商品紹介ができたりですとかえっ、ー、と まあインスタ的なねこう写真とかで詳しくねご紹介できるという環境になってきたのはすごくまああの反則活動としてはねだいいいぶねあの間口がね広が広ったんじゃないかなかと思います特にやっぱりあの動画でね商品説明ができるというのがやっぱりすごく当時と違って大きくて。 昔はやっぱりあの写真をこう何枚も何枚も載せてあのこうですよこうですよみたいな感じでページを作ってたんですけど、まあ、あのそれをね引き続きやってるショップさんはたくさんあるんですが私はどちらかというとせっかくねまあこういう時代になったので、えー、まあメインのお写真とかはもちろんあの。 いくつか載せるんですけど、えー、なるべく動画を活用してあの商品のねこういうとこがいいんですよみたいなところを伝えていきたいなというふうに、えー、思っております。ということで15年ねやってみての感想なんですけれどもやっぱりあの外部環境がねもう全然今と違くてなので、えー、これからね5年後10年後っていうのも今ねこう例えば YouTube とかインスタとかがまあホットな感じですけれどもまたなんかそれにとって変わる何かがね、えー、出てきたりとかしてどん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 、ね、やっぱ変わっていくんだろうなと思うんですよね。なので、えー、その変化にまあいち早く、ね、対応していかないといけないのかなと。 いう,ふうに思っておりますはい、えー、ということで今日の動画はですねこの楽天さんからいただきました出店15周年記念のプレートとともにですねちょっとあの15年前ぐらいのネット通販の状況を振り返ってですね そう思い出に浸ってみるという動画でした、えー、こちらのチャンネルでは当社が販売しております技術商品の紹介会社経営の話ネット通販のお話などをさせていただくチャンネルとなっておりますご興味のある方はチャンネル登録していただきましてご視聴いただければと思いますまたあのコメントですとかあの高評価などいただけるようでしたら楽しみにお待ちしておりますので、えー、そちらもよろしくお願いいたします今日もご視聴いただきましてありがとうございました